私はですね、実はこんなノーベル賞のような大きな名誉をこのいただくなんて全く考えておりませんでしたので、10月になりますと、その毎年なんかそういうのがプレスの方、あるいは北大の大学事務局の方からですね、その頃はまあそのよそに出ないでうちにいてほしいということをよく言われてたんですが、私自身はそんなこと一度も、予想もしておりませんでした。ところが、6日の日のちょうど夜の6時20分ぐらいだったと思うんですが、私2階の書斎に私いたんですが、電話があります。今までワイフがいましたところが電話が鳴ったんで、受話器を取ったところが女の人で、英語でハローって言ったんで、ハローって答えたらすぐ切れてしまったというわけですね。それで私はまあそんなことを予想していなかったんですが、時間その日は6時45分に、日本時間の6時45分にノーベル科学会ノーベル賞のノーベル科学賞の発表があるということだったんで、あ、これはアンビリーバブルなことが起こるのかなってワイフに話したんですが、そうしましたらそれからちょっと経ちまして、25分ごろまた電話がありました。それは男の人の声で、ノーベル委員会のものだけどということで、おめでとうございますというお話で、びっくりしたわけです。で、少しいろいろお話ししましたけども、その後にまた女の人が出られて、そこの部屋に何人人がいますかというので、私とワイフだけしかいませんと言いましたところが、このことは、それは6時25分ぐらい、半ぐらいだったでしょうか、6時45分までは絶対多言しないでほしいということで、私はそれ、そうです、分かりました、多言しませんということだったんですが、その時実は北大の事務局の方から先に連絡がありまして、もしそういうことになったら大学の公用車を私の自宅のそばにつけてあるから、それに乗ってすぐ大学に来てほしい。で、大学で合同記者会見をやるということを、私は全然計画していなかったんですけども、大学の方で計画されていたと、そんなようなことがありまして、出ようとしたんですけども、ノーベル委員会の希望で6時45分までは絶対多言してほしくないということで、45分に、インターネットを見てみますと、発表がカウントダウンして発表になりましたので、外出たんですけど、そうしましたところが、知らないうちにたくさんのプレスの方がいらして、このフラッシュが、今日よりもまだまだ明るくて、でびっくりして、大学に行ったという次第です。それで車の中で、私の自宅から大学まで30分ぐらいかかるんですが、途中で先生電話ですって言うんで、誰ですかって言いましたら、菅首相からだということで、菅首相から初めて、一番最初のお祝いのお電話をいただいたと。でそんなようなことで、大学行って、皆さんプレスの方とこの合同記者会見に臨んだわけですが、それ以来もう今日で1月以上経っておりますけども、実は私も少し疲れたといいますか、もうこういうことは人生で一度しかないことなんでしょうけども、そろそろゆっくりしたいなというのが現状、現在考えているというか感じているところでございます。簡単でございますけども、そんなところでございます。